いや、高校野球の魅力ってやっぱりあれじゃない？私は監督として子供たちを出るけど、一生懸命やってる子供たちのあのね、勝った時の喜び、負けた時のね、悔しそうなあの顔、あれがやっぱ一番の思い出かな。うん、勝った時の笑顔はやっぱり忘れられないな。みんないい顔してた。大石監督にとって高校野球というのはどういう存在ですか？まあ私にとっては人生そのものだったな。うん、もう自分がね、今この年になってやっぱり高校野球に携わったおかげだと思う。うん、だ幸せな自分は人生だったと私は思ってる。とにかくその試合に全力で勝ち負けは別にしてやってもらいたい。もうそれだけ。うん。まあ、あの選手たちが自分たちがその日頃やってる力がついて、野球の力がついて、そしてそのなんていうんですかね、自信を持ってくれる、勝ち上がるたびにその高校野球の球児ってだんだん男前になってくるんですよね。顔が変わってくる。もちろん甲子園行ったり甲子園で勝っていくとますますいい男になっていって、それがやっぱり最高でしたね。監督が思う高校野球の一番の魅力ってどういうところですか？まあ、いろんなことを最近言われてますけど、やっぱりその、一発勝負の面白さ、勝つか負けるかやってみなきゃわからない、多少実力の違いがあってもその負けたら終わりっていうこのトーナメントの中でその力を出し切る、その楽しさと難しさがあると思うんですけどね。ズバリ、あの監督にとっての高校野球とはどんな存在ですか？そうですね、まあ高校野球終わる時にまあ甲子園でもその尋ねられたんですけど、やっぱりそのいろんな意味でその先生だったと思うんですよね、高校野球が。いろんなことを教えてくれる、その人間のまあ感情から、その人間の体から、いろんなことをまあ野球を通してこう教えてもらったような気がしますけどね。はい、今年の夏、頑張る球児にエールを送るとするとどんな言葉になりますか？そうですね、まあ高校野球で勝ち上がって何かを得ていくっていう感覚じゃなくてね、まあそうすると勝たないとなんか不幸なような感じするんですけど、そうじゃなくて、まあ今本当に幸せ者だから高校野球できるんですよね。それを勘違いしない、やっぱりその野球をやること自体の楽しさみたいのを忘れないでほしい。負けたから終わりじゃないっていうふうに思いますし、まあ大学でまた野球を続けてまた何か目標を持って自分を鍛えていくっていうのが嬉しいですけどね。